ペンホルダーペンホルダーは卓球においてラケットをペンを持つようにして握るグリップのことである。ヨーロッパにはこのラケットを使用する選手はほとんどおらず、日本、中国、韓国をはじめとしたアジア特有のグリップといえる。1980年代頃までは日本をはじめアジアの選手の大半がペンホルダーであった。しかし、1990年代になって、 ヨルゲンパーソンやヤン・オーベワルドナーといったシェイクハンドの選手が旋風を巻き起こしアジア諸国の考え方に大きな影響を与えペンホルダーの選手は減少していったラケットの持ち方からシェイクに比べて首がよく動くしたがってスナップを効かせた台上での操作性に優れ多彩なサーブを出しやすくミドルを比較的処理しやすいのが特徴である ラケット角度等を微調整しやすいが、その反面、感覚がずれるとミスにつながりやすいといった面がある。また、構造上ラケットの両面を使うのが難しく、評価多面のみでフォアバックハンドを打つのが基本である。故に、バックハンドで打つときは、ラケットをひっくり返す形にせねばならず、裏面を支える指3本が浮いて、ラケットが不安定になってしまう。そのため、 シェイクハンドに比べてバックハンドの攻撃力に欠けることがペンホルダーの最大の弱点である。ただし中国卓球がペンホルダーラケットの裏面にラバーを貼って使うリメン打法を実践レベルで使用できる技術として開発し、劉国僚がリメン打法を使用して実績を残したことにより以後バックハンドの弱点を克服する方法として中国式 ペンホルダーの選手に広く受け入れられている。ブレードは角張った形や角を落とした楕円型に近い形が主に見られ円形の丸型も存在している。反転しやすいグリップ部になった反転式も存在する。表面のグリップ周辺部取裏面の半分程度にはコルクシートが貼られ、グリップの人差し指を引っ掛ける部分にはコルクが用いられている。グリップを コルクではなく、木材を使っていたり、木材とコルク両方を合わせて使っているラケットもある。主に、日本、韓国の選手が使用し、韓国では角型が選択されることが多い。この形式で、リメンダ法を使う選手は少なく、世界レベルになると皆無である。日本式では、吸い付くような独特の打球感と、弾みから、ヒノキタンバンが人気だが、 国内の質の良いヒノキが減少し、高品質のヒノキ短板が少なくなってきている。それに伴い、ヒノキ短板ペンホルダーは価格の高騰化も進んでいる。また、カツラ短板など、その他の材木で作られるラケットも増えてきている。日本の全一世紀、世界卓球選手権優勝時などに、日本人選手に使用されていたタイプのラケットであり、1990年代、 以降シェイクハンドの使用率が高くなってきたこともあり、現在では日本式ペンホルダーを使用して世界的に活躍している日本人選手はほとんど目にすることはなくなってしまった。シェイクハンドの柄を短く切り落とした形に近いラケットで主に中国の選手が使用している。以前は表ソフトを貼った前人速攻の代名詞のラケットであった。前述のように ペンホルダーながら、リ面での打球も比較的容易となっているため、日本でもその理由から中国式を使用する場合もある。また、吉田会のようにリ面には貼らず、片面のみで打つ選手もいる。日本式との大きな違いは、ブレードの厚さと形状である。ブレードの厚さは、シェイクハンドと同様に薄く、ブレード先端が円形であるため、角型や、 角丸型のような強力なフォアハンドが打ちにくいという短所があるが、丸型と同様に切り替えや細かい技術がしやすく、リメンダフーム容易である。近年は特殊素材を用いるラケットが開発されており打開力のドライブが打ちやすくなった。角丸型と同様に線形や使われるラバーも多岐に渡る。使用されるラバーの組み合わせも選手個人や 選手のレベルによって異なる。反転式、ペンホルダー同様に中国式を反転させて使用する選手もいる。世界的に活躍するレベルとなると、裏面には裏ソフトラバーが使用されている。ラバーの貼り方は他のラケットタイプと比べて独特である。グリップから少し離してラバーを貼る方法とシェイクハンドと同様に貼る方法に大別される。バリンやハンアキラのように表面。 理面で蒸気を組み合わせた方法で貼る選手もいる。ありがとうございます。